経済統合、経済一体化とは、自由貿易地域や、関税同盟など、通称に関わる関税や、貿易障壁、サービスの貿易に関する規制や、投資、人の移動の制限の撤廃などがなされることにより、双方の市場経済を統合することを指す。ナフタや EU は、段階こそ違えど、共に、地域経済統合の一種である。地域経済統合の段階は、 アメリカの国際経済学者ベラ・バラッサにより以下のように分類されている。この分類によると1993年に共同市場を誕生させ、なおかつ1999年に域内単一通貨ユーロを誕生させることで各国の経済政策の調整を図っている EU は共同市場と経済同盟の中間点にあると言える。 地域経済統合における完全な経済統合は2019年現在実現していない段階が深い順に以下に示す特計貿易地域自由貿易協定通貨同盟関税同盟共同市場経済同盟関税通貨同盟経済通貨同盟財政同盟完全な経済統合部分的全面的なしをあえぬ A 地域経済統合に関する経済の理論としては、関税同盟の理論や、ケンプワン定理などが挙げられる。ケンプワン定理は、ガと24条の文言に現れている。このように、各国の第一義的な目標は、通称上の障壁を撤廃することによって、経済的利益を得ることであると言える。しかし、経済統合の波及効果として、各国の関係緊密化による、 関係の安定、経済発展による政治的安定が進化するなどの効果がある。近年、日本がアセアン並びに歴史問題を抱える大韓民国との FTA 締結に積極的な理由もここにある。恒例として、途上国と先進国との自由貿易協定であるナフタはメキシコの経済発展に多大な影響を与えている。ありがとうございます。